中心のボタンスです。本日の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはヤマハ XJR1300 のご紹介となります。こちらですね、ご覧の通り RZ カラーにニューペイントされた車両です。カスタムポイント何点かあります。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、フロント前ですね、XJR で言えばこの丸め一眼のヘッドランプです。大きな、ね、レンズ割れ、そして、ね、メッキ部分のサビ色、そういったところございませんね。メーターカバー、砲弾型の、ね、このカバーもですね、転倒による大きな、ね、傷など、ね、ございませんね。ウインカーです。オリジナルのウインカーとなります。もちろんですがね、レンズ割れ、そういったものは、ね、見受けられませんね。はい、フロントーク、サビ腐食、ね、オイルにじみ、そういったところも特段ございません。ダストシールなんかもね、大きな割れなどございませんね。はい、フェンダーです。はい、こちらも、ね、天候による、ね、大きなフェンダー割れなど、ね、ございません。しっかりと、ね、仕上がっております。はい、そしてホイールです。こちらも、ね、ブラックに仕上げたホイールです。天候による、ね、大きな、ね、傷、ホイール、曲がり、打撃ですね。そういったものを見受けられませんね。ブレーキです。ダブルディスクです。サビ腐食、キャリパー固着ね、そういったところも、ね、見受けられません。はい、では、ね、サイドバックエンジンです。はい、空冷のね、4気筒エンジンとなります。1300cc のね、大きなエンジンです。はい、ヘッドからの大きなオイルにじみ、キャブレターからのね、ガソリン漏れ、そういったものをね、見受けられませんね。はい、ポイントカバー、クランケース、こちらもね、転倒による大きな傷などね、ございません。はい、フレームです。こちらもね、転倒による大きな傷などね、ございませんね。サイドカバー、しっかりとね、ボールが入っております。はい、そしてね、ステップです。ヤマハオリジナルのステップとなります。転倒によるね、ステップ曲がり、削れ、ございません。そしてね、こちらの車両、マフラーです。野島のですね、フルエキゾーストマフラーが、装着となります。サウンド、後ほどご紹介したいと思います。はい、リアしまいです。フロントに引き続きね、ブラックのホイールです。大きなね、ガリキズ曲がりね、見受けられません。サスペンションはオーリンズサスペンションとなります。大きなね、オイルにじみなどね、そういったの見受けられませんね。はい、ではリア周りです。はい、フェンダー付きでですね、オリジナルの状態キープとなります。XJR のリア周りですね。はい、シートカールですね、こちらもね、RZからしっかりと仕上がっています。シートです。はい、大きなね、破れ切れありませんね。はい、タンクです。はい、こちらもね、RZカラーのタンクとなります。ブラックとゴールド、そしてね、レッド3色ね、非常にね、綺麗に仕上がっております。はい、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。はい、大きなね、サビ腐食ね、出ておりませんね。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。でしょうか。1300cc ビッグパーのトルクを誇るマシンとなります。非常に、ね、乗りやすい、大型メイクとなります。ぜひお探しの方、お問い合わせをお待ちしております。